まあ、せっかくは30分しかないしね、苦労話を聞きたい、裏話。そうですね、苦労話いっぱいあるんで。ね、まずこれ見てて驚くのは、はい、キャラクターの豊富さ、その違い。はい。はい、うん、それこう、こういうね、少女漫画的なから、なんかそうでない、このギャップが。そうです。ギャップですね。うん、だそういうのはもともと姫さん意識して鍛えてきたところ、もともと多分学生の時はあの少女漫画みたいなのと、でもそのおじいさんみたいなのも結構書いてて、ああそう、じゃあもう 昔から結構そのおじいさんと少女漫画はね両方書いてたんですよ。あなるほど。それがかなりなんか今に役立ってるというか。僕はこっち系はね、今までたくさん見てるけど、これは珍しい感じがしたの。そうですよね。そう。うん、そう、もともとはやっぱり学生時代は漫画家じゃないですけど、なんかちょっと憧れて、なんかあの自分で漫画描いたりとかしてたんですけど、その時はどっちかというと少女漫画みたいな、うん、感じで描いてたんで、それ自体はもう多分十何年やってたので、なんかこう手が慣れてるというか、うん、でそのそれだけじゃなくて、この色使いにしてもすごくね。そうですね、今回あその今回のこの本があの絵本、うん、絵本自分がやっぱり初級の時にあのやっぱり絵本ぐらいなら読めるかなと思って、あの韓国行くとあのね、キョボ文庫とか行ってこう絵本コーナーに行って絵本を探すじゃないですか。で可愛い絵本があるんで買ってくるんですよ、何冊も。で買ってくるんですけど、いざ読んでみようとすると、あのやっぱりネイティブの使う、もう子供とかも本当5、6歳の子が話すネイティブの子って、もうめっちゃ、あの表現どうやって使いこなすんだっていうのを使いこなしてるじゃないですか。あの感じのまま絵本が書かれてるんで、まあ普通にあの1年ぐらい勉強した人にとっては難しいあの表現、語尾表現が非常に多くって、もう単語もそうですけど、絵本といっても本当に簡単じゃないので、逆に難しいものも多くって、で読みたいけど読めない、なんかすごいその葛藤があったので、なんかまあ今自分でできることは、あの韓国人じゃないからこそ、日本人の感覚で勉強をして、初級の人はこのぐらいしか知らないと。でその人たちが読める絵本を作りたくって、最初はそこから来てたんですけど。なるほど。はい。なのでいかに絵本っぽくするかっていうのにこだわりました。そう、その絵本こういう小回りのその大胆さとね、それから擬声語擬態語がですね、難しすぎない範囲でよく使うもの。そうですね、そうですね、はい、でもやっぱりどうしても物語をあの進める中で、どうしてもやっぱりここはこういう、まあ、じゃあパクって言いたいとか、なんかそういう時に、うん、まあパクがトップソップとかっていうのは私も知らなかったんですけど、まあそれをうちの韓国人の夫に聞いて、あのよりパクってこの猫がパクッとするこの瞬間って何、韓国語なら何っていうのを聞いて、うん、そのネイティブの韓国人からさっと出てきたその言葉だけを使うことで、より韓国人が見ても違和感がないようになるように、まあなんかその辺はやっぱり連携というか、あの隣にいるからこそあのすごくいい表現になってると思います。私も勉強になったことがすごく多いです。あ、そうですね、はい、それとね、こういう結局絵本6冊分と、今回5冊ですね。5冊とおまけ、もともとは 6話書くっていう話だったんですけど、もう時間的にもう、まあ、絶対6話無理っていうなっちゃったので、でその分の、お話が書けなくなった分をじゃあどうしようかっていう話で、最後にその抑揚、あの、うん、ハングルの抑揚のクイズ、うん、P と P の違いを聞き分けようみたいな、結構それは大事なので、それをいかに簡単になんかクイズみたいにできたらいいなと思って、まあ子供の本って絵本ばっかりずっと続いてても飽きるので、間でなんかクイズ入れてたらちょっと面白いかなと思って、まあちょっとそういう構成にしようっていうのを最後の最後にして、
で、最後にその入れたんですよね。その神様がクイズ出すページ。まあ、それで一応お話5個とクイズが1つですね。すごいの。ほんで、本文にルビが入ってないのもいいね。これ、あ、後そうでですね。マッチのところにカタカナが出てるけども、それとね、本当にね、こういう、なんていうのかな、学習者目線。そうですね。なんか自分が絵本読んだら絶対これが書いてあったらっていうのを全部入れました。連体形なんて難しいところをね、そうですね。連体形は本当は自分としてはこれはシリーズ化してレベルが上がってって、英語の本だとお話を読んでレベルアップしていくシリーズの本ってあるじゃないですか。なんか韓国語にはそういう本がないなと思って、で、私は文字だけの本はあんまり好きじゃないので、まあ文字だけの、まあ、学習、なんだろう、昔のお話を読むっていうシリーズはあったりするんですけど、まあ、なんか絵もついて、なんか絵本とか、なんかやっぱり絵がなるべく多くて、とっつきやすい。なんかそういうもので、どっちかっていうと、まあ私の姫式で勉強してる方もすごく多いので、まあそういう方々が、なんか次のステップ行くために、使いこなせるに行きたいなと思って、で、その時に単純に学んだ文法が、ただ学んだだけではなく、読むことで、あ、知ってる文法、知ってる単語っていうのが出てきて、そこでようやく定着になるじゃないですか。